ありがとうございます。隣にお願いします。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこちらお願いします。はい、こちらです。はい、いつも行きます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい。はい、あのグループとしては東京初めてあの新曲披露したと思うんですけれども、感想はいかがですか、はい、感想はいかがですか。はい、もうね、皆さんにもファンの皆さんにも見ていただいて、もう記者の方々みんな皆さんにも見ていただいてすごく嬉しいですし、ね、どうだったかなって感じですけど、はい、なんか、うん、これからもどんどん東京とかいろんな県とかで踊って歌いたいなと思います。ズバリ、はい、ライバルはどこ、誰ですか。ライバルですか、うん、模範解答言いますよ、自分です。そうね、うん、私たちよくその、ね、質問聞かれるんですけど、はい、ね、一つ一つの、ね、グループさんすごく魅力がありますし、うん、私たちも尊敬することがたくさんあるので、で私たち自身もでも、ね、負けないように頑張りたいなとは思います。共演できたら嬉しいなと思います。はい、共演ですか、はい、どこのグループ。スパイスガールズ。ノースパイスガールズ。ノーノーノー。あと、いろんなアイドルさんと共演したいと思っていて、ね、もう、ね、見て勉強もしてみたいなとか思います。模範解答ですね、みんな言うてみて。すいません。HKT さんはどうですか。HKT さん、そうだよね、共演はしたことないです。そうですね、うん、してみたいです。してみたい。ライバル、ライバルなのかな、うん、どうなんだろう。一緒にね、博多を盛り上げていくっていうのもね、うん、そうですか。今日はブログをあのたくさん更新、100回するようなんですけれども、その意気込みを聞かせてください。もうこれから、はい、ね、個人じゃなくて、あ、個人じゃ、個人になったんですよね、オフィシャルで個人になっていくので、みんなも文章能力つけてたくさんの皆さんに面白いブログを見ていただけるように頑張りたいなと。また見てほしい、うん、また見てほしいって思えるようなブログを書きたいなと思います。今日は東京見物もあるみたいですけど、観光もあるみたいですけど、どんなところに行ってどんなこと書こうと思ってます。みんなで行くんでしょ。はい、みんなで行きます。アップルストア。No, no, 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 no. ちょっと入りすぎっすわ。ガンガン来すぎず、アップルストア行かないですから。渋谷銀座ありますけど、すぐ近くにありますけどね。どこ一番行きたいなって、アップルストアですかね。ちゃんと言いな、ちゃんと言いな。アップルストアも素晴らしいとこだけど、本当は渋谷とかも行きたい。綾部さんの庭の原宿って言っちゃって大丈夫ですか。いい、全然大丈夫。庭ですよね。原宿とかやっぱね、若い子みんな好きですから。うん、僕の庭の吉祥寺にもぜひ。吉祥寺行ってみたいです。全然声出てない。今全然喋ってる。どの段階で枯れたんだ声が。ガタ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 。どこで声張ってたんだよ。ちょっと相方喉飛ばしちゃったらすいません。あの先ほどジョブズさんがグループ名が最初難しかったというふうにおっしゃってたんですけれども、グループ名なんか意味ってあるんですか。やっぱ難しいなと思ったんですが。はい、そうです。レブはレボリューション、革命の意味と、DVL がダンスボーカルラブの意味があります。お、はい、ダンスボーカルラブです。ラブですダンスと歌が大好きな人たちが集まってて、あのレブにもあの他に革命っていう意味以外にも、うん、ハイチの言葉で夢っていう意味があるんですけど、あの皆さんに夢を与えられるようなグループでありたいなっていう意味があります。はい、なるほどね。そしてあの神田さんは中学卒業して高校入学ですけれども、はい、高校生活で、はい、私生活でしたいことありますか。そうですね、ずっと言ってるのは早弁をしてみたいなって思ってて。早弁なんでだろうなと思って。早弁がしたいの。そうなんですよ、結構休み時間にパワーって食べちゃう。はい、憧れますね。ちょい悪なことしてみたい。あのまあ、高校生になりますとね、普通の方はやっぱりこう恋愛というのが入ってくると思うんですが、あ、まあ、そのあたりはいかがでしょうか。私女子校なんですけど、まあ、女の子あのレブメンも含めて好きなので、うん、そういった意味でもね、はい、ね。はい、一応グループ的には恋愛は禁止ですか。そうですね、タレントとして人として、うん、あのそう恥じない行動するっていうのでがレブのルールなので、まあ、その中に
入ってるんじゃないかなって思います。じゃあ厳密に禁止されてるわけではなく、清く正しく美しい交際なら大丈夫。いや、いや、でもそうでもないのかな。清く正しく、まあタレントとして、その人間として、そしてアイドルとして、こう恥ずかしくない行動を取るっていうことは、まあ禁止かな、イコール禁止じゃないかなと思います。しっかり言っとかないと後で大人に怒られる可能性があるから。ここ重要です。大丈夫ね。他にも何か決まり事ってあるんですか、レブの中。決まり事、あれだ、デモとか、あ、否定形で終わらない、なんかきついけど楽しいみたいな、そうそう、楽しい、あはを入れる、最後に、っていうのが、笑いを入れるっていうグループの決まりです。それ言っちゃうと決まりで言ってんだなと思っちゃった。心から思ってます。思ってます、思ってます。あの、ピースのお二人と、はい、ジョブズさんに、あの、これから芸能界で生き抜くためのアドバイスなんかを、お願いします。もうジョブズさんで通ってるんですよ。ここでもジョブズさんで通ってるんですよ。それ もちろんジョブズさんなんですけど、芸能界の、何ですか、生き抜くためのアドバイス。あ、なるほどね。でもやっぱり、すごくね、いっぱいたくさんのアイドルの方たちがいますから、はい、それに負けない個性だったり、いろいろそういった部分はね、やっぱりいろいろないとね、たくさんやっぱりライバルという形がいますから、何らかの個性だったりなんだりね、そういうふうに、あとやっぱこの礼儀っていうのが非常に重要になってくると思いますので、それは気をつけてください。はい、僕が一番大切やと思うのはやっぱり笑顔ですね。お前が言うの。全然ねえじゃねえか。常に笑顔を忘れず。なんでそんな顔色悪いんだよ今日。笑顔でやると自然と自分自身も楽しくなってきますから、常にそういう気持ちで、はい、いてくれると、はい、こう頑張って弾いてるよみんな。レブのみんなが弾いてる。こいつ何言ってんだろうって。いつも笑顔が素晴らしいですよね。いや、ないでしょ。否定形で終わらないっていうね。さすがですね。ジョブさんが最後。はい、ジョブさん。If you go to、 もし If you go to and concert、 コンサート、 If you go to concert、 You watch and the smartphone, very very cold, like some. Yes, many smartphone is hot. 何言ってるんですか。スマホが冷えるからこれで温めろと、スマホで温めてくれと、そうすると芸能界を冷えから解消されるよってことですか。キープヘルス、キープヘルスじゃん、健康を保てると。今の一通りキャンセルでいいですか。もうちょっと短めで分かりやすいのをお願いします。普通に注意したらダメです。ジョブズさんですから、世界の注意しないでください。モノマネ is very 便利。モノマネはちょっと持つと、すごく便利で、注目されるし、いろんなところで呼んでいただける。ジョブズをやり始めて、すごい楽。すごい楽。何か一個代表的なモノマネがあると、楽。楽。なるほど。モノマネ、プリース。なるほどね、その個性っていうので一個持つのがいいかもしれないね。